ゆうすけはバンドマン時代パチスロで生計を立てていた。イレイスゆうすけはテニス部時代スマッシュの度にファッキューと言ってたら散歩中の外国人にブチギレられて泣かされた。イレイスゆうすけは中学生の頃友達を心霊スポットに置き去りにしようとしていて逆に置き去りにされマジ泣きした。レイスユウスケは学生時代机にカンニングペーパーを書いていたのがバレて停学になりかけた。